こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は生姜の種用に保存を挑戦してみたいと思います。昨年までは生姜の保存が難しいので、もう種の生姜は購入していました。今年はちょっと挑戦してみようかなと思っています。生姜の適温は10度以下になると腐っていくので、10度以上を保つと、暑すぎてもダメ、乾燥に非常に弱いということですので、乾燥しない、温度もあまり下がりすぎないかといってビニールなどで囲って温度上げすぎてもダメだと思います。そこのところを考えながらの保存をやってみたいなと思っています。今日は穴を掘ってみました。その穴に埋めるようにしたいんですが、どのようにしたらいいかを今考えていますが、穴の底にもみ殻を敷いて、乾燥させないためにはもみ殻の上に土を入れて、そして生姜を並べて、生姜の間に土を入れて、ちょっと多めに土を着せていこうと思っています。最後にもみ殻を着せて、温度が下がらないような状態にしたいなと思っていますが、それで成功するかどうかはもうやって様子を見てみたいと思っています。難しいかもしれんけど、うん、初めてのことやしね、まあやってみて。そう、いかんかったら春こうたらいけ。そうそんなに苦にするほどのことはない、ね、うん、こうたらいけ。そう、こうたらいけ。ある、種苗店行けば売ってるので。うまいこと言ったら儲けもん。うまいこと言ったらやったっていう感じです。じゃあやってみたいと思います。はい、はい、うん、ここやろ、うん、ね、うん、それでもたったん50しか掘ってない、うん、もっと掘らんか。もうかまんの。え、かまか、上けど上に来るで。もう10センチ掘らんと無理これ。まだ掘るわ。もみ殻を10センチば入れるろ。けど潰れるで。ん、多少潰れるで。潰れても何本たちたったん50じゃダメやろ。うん、もうちょい掘る。掘る。それ手でゴチゴチ掘るがかい。つるはちと。つるはち振れんのかい。振れるろ。やってみたら分かる。え、あと何センチ掘るつもりや俺は。10センチ。10センチ？うん、10センチは簡単よ。もうほぼ地盤やろ。うん、まだ地盤までいかん。すごいよ、お芋のつるここまで来ても、根が、さつまいもの根、ね、根よ、うん、すごいね。すごいよね、これはさつまいもや、うん、ほら、ここに苗起こしちゃったや、うん、黒土が出たということは田んぼの土？どうやろうね、田んぼの土はもっと深いろ。もっとよね、うん、あの掘るが好きやね、うん、全然苦にならん。生姜がぬくぬく折れると思ったら。これでスコップ。上もこんもり山に盛るがやろ。盛らねえかね。そうよね、もし、うん、雨が降った時に、うん、上がこんもりになっちゃったら、下へ沈むより横にこう流れるわ。そうよね、だからそうしようかなと。下にもみ殻入れる側は、うん、まあ、水はけというか。そうそう、そういうことよね、うん、直接水が中へ入っても、うん、もみ殻だったら下へ沈みやすいき、たまりにくいということを目的にしようやろ。そうそうそう、うん、もうそれでいいかじゃないか。こっちの方は気にせんでいいかじゃないか。うん、なんで気にせんで。え、平均にいるような感じ。細かいことするね。ちょっと中高にしようと思うけど、うん、まあそんなに気にせんでもいいと思うけど。そう、うん、そんなに変わらんの。え、水がもし入っても外へ回ったら回るだし、それどれっぱ閉めるよ話やき。うん、
水でタプタプにはならんろうき。ならんと思う。冬やき雨もそれほど降らんき。うん。掘ってみたら水がタプタプになっちゅうことはないろ。ないと思う。だからそんなに気にせんでええと思うけど。まあ。え？気が心。法師の心。そんなこと言うですよ。しょうがに法師をする。俺ほら、すっと効率的に考えるけど、うん、合理的に無駄なことはせんように考えるけど、うん、そんなことは気にせんねん。え、自分の納得するようにやるね。そう、全然体を動かすことについては何とも感じ変わっちゅうね。変わっちゅうというか、まあ一概だよ。これを一概と言おう、うん、言い方で言うたら、うん、こだわりがある、うん、10センチ埋めても10センチ上に持っても一緒やき、そんなに変わったことないし。あ、そう。もうできたもん。できた？うん、できましたよ。ごちゃごちゃ言う間に掘りました。よし、もうちょここさろうたら、さらえたら終わり。できた。よいしょ、測ってみようか。うん、これでそれでも55センチ、中心は、うん、中心あんま掘ってない。縁で60。はい、はい、ちょっと傾斜をつけました。縁を深めに掘りました。それではもみ殻を入れます。もみ殻取って、はい、ありがとう。5、6センチ、もっと1あるのか。それでこれに土を消せる。まあ大体5、6センチ前やろ。そうそう、そんなもんや。そんなもん、うん、10センチいってない。いってないね。土を入れます。土はどの場合入れるわ。10センチ。あ、結構入れるわね。あの、乾燥したらいかんろ。そうやね。これで10センチぐらいいったと思う。抜くよ、風当たらんもん。あ、そう。うん、まあ、地温がどうなるかね。そう、地温がね、うん、それ生姜入れる。入れる、取って。いや、上がってくると一回は無理。あの、新聞濡らされた。あ、そっか、どっちにしても、うん、生姜を立てて入れます。なんで立てるわ。なんでか知らんけど、おじいさん立てているよと。あ、そう、うん、うん、なんか理由があるがやろかね。あるがやない、うん、そんな袋入れよった。入れてないよ。一個ずつ、うん、うん、一個ずつやけど、私掘り出すとき面倒いと思って。ああ、もうその袋入れちゃった方が楽になってきたよね。そうそうそう、うん、うん、だからまた生姜を探し回らねかなるけ。うん、まあそうやね。袋入れちゃったら袋ごと引っ張ったらいいけ、いいかなと思った。もう一丁、三つあるろ。どうじゃないか。もう一個ある。もう一個ある。うん、あ、もうならここにこう置いて、間々に土を着せます。そう、湿らしちょってから広げたら。うん、湿らしちょってからダブケルキ、こうやっちゃうか。そんなにちょっと破れるから、うん、まあ分からんけど、上下湿らしたら、ほら、すんぐにふにゃっとなる。ちょっと新聞紙濡らして、これで生姜を巻いて、こっちの方がいいかどうか、普通にもう土だけでいいのか、実験してみたいと思います。この状態でね。そうやね。おじいちゃん元気やったらこれ見てどう言うろね。そんなことしちゃいかんかんって言うろかね。あ、それでいいえって言うろかね。どうやろうね。面白いことするよと思ってみるろね、うん、聞いちゃったらよかったね、詳しいに。もうそういった時間。そう、まさかこんな生姜を加工じゃいうこと思いもよらんもんね。これ、クワで引っ張ろうかね。うん、これは土着せたら乾燥はせんよね。うん、そう思うけど。思うたより山にならんね、土がね。うん、
中入れちゅう生姜がよくやないけど、うん、まあけど掘ったらほら、うん、空気が入るじゃないけどよ、うん、島中が島らんき、うん、ちょっと土が増えたみたいになるやん普通はね、うん、けど思ったよりそんな土山になるんねまだ全然残っちゅうや、うん、全部入れたらなると思う置いてくださいって終わりもう仕事終わりですってタイムがなるよもう寒な時だけやめないそうもうでも余計ないカレーが止んだってちょっとはマシやね黒毒着ててよ実験できるかな、うん大丈夫じゃない大丈夫やろうかいかんかったらいかんかったまあそうよそういうことよ空気穴が行ったりしてこれは持ったら大丈夫かねこれでもみ殻を上乗せたらそうだね今度掘り起こすとき大変やなこれ生姜炒めんように掘らんと、うん、まあ紐が出てくるとわかるわじゃない紐上上げてんの上げてることわかるわじゃないまあ、練って焼き、うん、じゃあこれでもみ殻を着せたいと思います、はい、これでどうですかね、まあ、これで春まで頑張ってもらいましょう、うん、もみ殻飛ばんようにこれネットでも着せちょこうかああ軽く着せちょく、うん、飛んだらせっかくもみ殻着せたのに、うん、まあけど八つ頭らそのままやけどだいぶ引っ込んじるよまあ、今はここに8キーものあれがあるきだいぶ違うけど、うん、これが伸びたら風が抜けるきちょっともみ殻が飛ばないようにはいこれであとはネットが飛ばないように重しをしますこれで大丈夫だと思います飛ばんとも60センチぐらい穴掘ってその上にもみ殻を5センチから7センチぐらい入れてその上に土を戻してその上に生姜を並べてさらにその上に土を着せました土を山に持ってその上にもみ殻を着せてもみ殻が飛ばないように防虫ネットを着せていますがこれで来年の春まで腐らなかったら成功ということになりますもし失敗して腐ったとしたら植え付け時に種がなくなるということになりますので種苗店で購入しようと思っています初めての試みですのでどうなるかは分かりませんけども私の実家の父が生姜を作っていた頃には倉庫の下を大きな穴を掘ってそこに生姜を埋めていましたけども順番に並べていましたけどどう思う結構深い深い深い4、5メートルぐらいそうそう、うん、4、5メートルぐらい深さね、中も広さも5メートル高くばもっとあったけど8畳とか6畳とかいうことはなかったないないない、うん、8畳とか10畳とかぐらいのそうそうそう結構大きいとこやったよね、うん、深さも深いし深い子供の時は怖かった怖かった降りたら弱がらんじゃないけどそうそうはしご上げられたそれははしごがなかったら上がり降りはできないぐらい深かったそこへ貯蔵しよったからねそう屋根もあったしね、うんうん、だからそれで貯蔵してうまいこと全部がいったかどうか昔のことやし聞いてないかわからんかもしれんけどやりよったということやき今回やったかと一つ違うところはここはすごい埋めたきそれによってほら酸素も足りなくなるのか雨が降った時に周りから水が入り込んできたら腐りよいかなとだから若干環境は違うけどまあ、いくつかは大中とこと、うん、いくつかは違うとこがあるき、まあ、これでうまいこと言ったらよかったと場合によってはひょっとしたら私は四方に杭を打って屋根を斜めにつけて周りを溝を作って溝から外に流れるような工夫をしようと思う、まあ、中に入らないように、うん、いろいろ気の済むようにそう気の済むようにやってみたらいろいろ生姜が助かる方法を考えたいと思います、はい、最後までご覧いただきましてありがとうございましたよろしかったらチャンネル登録をお願いしますいいねボタンもお願いしますどうもありがとうございました
ご覧になっている方がこの方法はちょっとまずいよという考えがおいでる方はコメントで教えていただけたらと思います。けど今更掘れんで、あでもまた最善の方法があれば、あこれを改良するという、そう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 、はい、うん、よろしくお願いします。2個残ったらいいけどね。そうやね、まあやってみて。そう、いかんかったら春こうたらいけ。そうそんな国するほどのことはない、ね、うん、こうたらいいそう、こうたらいいけ、ある種苗店行けば売ってるのでうまいこと言ったら儲けもん、うまいこと言ったらやったっていう感じです。それでもたったん50しか掘ってない、もっと掘らんか。いやもうかまんの、えかまんか、上けど上に来るで、もう10センチ掘らんと無理。これまだおるわ、もみ殻を10センチば入れるわ。けど潰れるで。ん、え、あと何センチ掘るつもりおるわ。10センチ。10センチ、うん、10センチは簡単よ、うん、そんなこと気にせんね。え、自分の納得するようにやるね。そう、全然体を動かすことについては何とも感じ